こんにちは CA870 外装コンテストというわけでなんかね質問で、まあ、どれぐらいの動画の尺がいいですかっていう質問をいた,だいたのでそれについてお答えするとできるだけ短い方がいいですねやり方23紹介すると一番楽なのがこれスマホで撮って横右全体こうね写らなくて写真を撮ってで逆側も写真を撮ると。 これだったらどういうところですかまあ、ここら辺気になるじゃないですかだからここら辺のクローズアップバシャーンって撮るとかあとここですよね気になるところどうなってるんだろうなみたいなあとこことか4,5枚撮ってでまあ、こういうところ気になるじゃないですか 全体左右と気になるところ何枚かで、それを写真に撮って動画編集ソフトに入れて、それで、こんにちは、マック堺です。C870 外装コンテストに応募します。今回のカスタムコンテストは主に塗装、むくめ感を重視してみました。例えば、フォアグリップ、こちらはこういう風になっております。それて次にパッと画面変えて、グリップのところのアップで、グリップのところで、はい、こちらグリップ、このようにやって、こういう仕上げで、こういう感じでやりました。 はいというわけで参加します、皆さんよろしくお願いしますみたいな感じだと分30秒、1分ぐらいで済むと思うんですよね。で気になるところは静止画なんで、まあ、動画だけど止めれるじゃないですか、まあ、それが動画としては撮りやすいしもうそれかもう一,一発撮りでやるんであればあのアフレコなし,ななしでね iPhone とかで撮るんであればあこんにちは Mac 坂井です。 これ外観です。右側、左側で。でね、こちら、こんな感じでフォアグリップになってて、すごく凝ってます。これでこういう感じの仕上げで、まあ、こう塗装して、こうしました。あと、ここもつけて、あと、ショートマガジンを付けましたみたいな、あと表面の塗装はこうやって、そしてグリップについては、こう何度か下図にして、こう,そうとかも、ごにゴニにゃごにゃごにゃって説明を入れて、はい、以上、C87 でカスタムコンテストを応募します。よろしくお願いします。ぐらいに。 まとめたらまあこの J のうんちくのところは各部あるにしてもまあ一般も書か,かないと思うんですよね。で、あのー、今回のコンテストのメインとしては c a 8 7での外装がこういうふうにですよっていうことなんで例えばね BJ も入れたりするとアナウンスが聞こえづらいですし、あのーまあ、しゃ喋りたくない方はあの字幕入れてもいいですしねただそれだとあれなんで最近棒読みあの ね、音声合成ソフトも結構き,きれいにいってるんで、まあ、そこら辺を組み合わせて、ね、自分の音声を使わないっていうのもいいしでまあ中にはねドラム仕立てとかする方がいらっしゃるかもしれないですけど今回のメインは外装なんで、まあ、そこら辺もうまいことね面白いふうにまとめられるんであればそれはそれでいいですけど一応基本的にはもう最低限というかまあ外装はどうしましたこういう外装ですっていうのがしっかりわかる形式であれば、ね もちろん写真でも応募可能なんでこれパシ写真パシパシで何枚か撮って丸善さんに応募するのでもいいしという感じです。動画にするんであってもそうですね今みたいな簡潔な方がいいかなと思いますけど基本的に第1次予選あの審査は丸 <laughs> 善さんがやられるんでね。で1個注意していただきたいのが前もねちょっとあったんですけど誤解を読むような。 例えば、これ公共の場所じゃないか、公共の場所がなかったとしても、これちょっと人いるんじゃないのとか、そういう場所で撮影はだめですし、なんか、ちょっとね、なんか周りに人いるしみたいな、なんかそういう、なんですかね、この場所にこの自由があってもいいのかって思われるようなものっていうのは、もう当然カットされるんで、そういう辺は注意しといたほうがいいですね。あまり、例えば、いらっしゃらないと思うけど、公園で撮るとかね、そういうのはやめといたほうがいいでしょうしまあ、 公共の場所とかじゃなくて、悪までもね、まあ、自分の場所とかで撮るのが、まあ、えっ、ー、と、まあ、注意点といえば注意点ですかね、まあ、あと、安全に気をつけて、ね、もう思いっきり重口を向いてたり、コッキングした後重工を向いてたりとかしたらね、あれですし、まあ、そこらへんも、もしかしたら、まあ、あの、一時審査でチェックされるところかもしれないですね。はい、というわけで、まあ、私は一時先生に関わらないんですけどね、もう、ま、鈴木さんにお話伺うと、結構ね、作品も来てるみたいなので、まあ、よかったら、ぜひと。 一応 C800 カスタムコンテンツについて、まあ、どういう動画の撮り方がいいかということで、ね、一つの参考として簡単に紹介してみましたなんか参考になればいいです。もちろん私のこう一つの考えなんで、ね、いろんな作品で、ね、いろんな撮り方で参加されることを願っております。ではよろしくお願いします。